なんか今日通信悪くない？そんなことない？なんか私だけ電波悪いんだけど。いいんですか？なんかみんな言ってるよね、ツイッターおかしいって。ジョニーさんおはようございます。トトミチさんハートありがとう。フリーズしてた？本当に？ニューパ、何？ニューパジャマなの？ニューパジャマなの？電波良くないかも。だってそうよね。え、なんこんな朝から電波悪いことある？なんか電波悪かった気がする。なんかめっちゃさっきね更新されんかった。寒い。画面止まってた。だってそんなに。深夜検査治ってるけど昨日配信見に来てなかった。指配信。リーチが飛び飛びだって。リーチ飛び飛びなの？じゃあテンポ悪いんかな。ランダムリーチの写真入ってた。嫁に来てくれてありがとう。昨日徳島に公園行ってきました。めっちゃ盛り上がったよ。そうだそうだ、どうでした？徳島公園いいね。めっちゃ盛り上がったよ。だって二公園とも行ったんですね。いいですね、楽しそう。なんかかすみんがハーハーアップしててめっちゃ可愛かった記憶がある。なんかそのねメールをね送ったんだけどさ、届いてるかなって思って。かすみんのハーフアップが可愛すぎて、完璧で究極なアイドルだねみたいな。あのかすみん止まったらって、やっぱ電波悪いのかな。なんでだろう。夜電波悪いのあるあるだけどさ、朝配信で電波悪いのなかなか初めてな気がする。ラビちゃんパジャマカーチーだって。そう自由に言ってた。めさめさリーチおよよだって。およよさん、期生めっちゃ頑張ってたね。めっちゃ頑張ってたよ。がやっぱり一番早かったから、レッスンもめちゃくちゃ頑張ってたんです。ばあさんやたら電波あるんや、なんでだろうって。そうなんでだろうって感じ。Wi-Fi つなげてないの？自分の部屋で配信してるけど、わかんない。なんででしょうかね。なんかあのなんだっけ、全然
事してたんだっけちょっとみちさん、かすみんがアイドルしてた。そうなんですよ、かすみんがめっちゃなんかね、かすみん、そう、かすみんの切り抜きみたいになってる人のやつ見たんですけど、なんかもう写真なのに目がキラキラしててめっちゃ可愛かった。多分後で動画もきっと見せてもらえるから見たいと思うんだけど、めっちゃ可愛かった。かすみん目キラキラ。ビンゴの神さん、かすみんのラーメンの絵がうまかったなんてあれなんかやばかったんじゃないですかきっとさ、ループしてかなちだって。なんか今日電波めちゃくちゃ悪いみたいなんですよ。なんで悲しいです、私も悲しい。電波が止まったですね、止まっちゃうみたい。今日石和田さん、リーチのツアーの出番もさらに楽しみになったね。楽しみにしてて、リーもね早く踊りたいなって思いました。なんか目が今まで新制服しか着たことなかったけど、ついに新制服以外の、新制服と短パン以外の衣装を着れるようになったので、楽しみです。マタロウさん、おはよう。ビンゴの家族さん、ループしてるの。そうなんですよ。ユータロウさん、ニックネーム入れてくれて、DHのモバメ撮ってよかったよ。そう、よくね入れてますなんかでもね難しいよね、みんなに送る、みんなに送るメールってよりも個人に送った感じにしたい。今仕事場について、最近メンタル押しつぶされかけだけ、姫のこと思いながら行ってきます。みやち行ってらっしゃい、気をつけてね、また後で会おうね。高文さん、はい、パジャマいい感じでした。あ、本当ですかめっちゃアイスなんですよ、分かんない、なんかアイス自由に言ってた。ニューパジャマの全身見せてくださいって、ここが最高尾リーチのオーラが電波障害発生させてるのではだってそんなことあるわけ。早朝リーチも早く出たいよな。そうなんですよ、早く出たいですね、リーチも。でも待って、どこに出るかまだ発表されてないよね。これでさ、リーがどこに出るか分かんなくってさ、会社お休み取れてない人いたらさ、どうすんの。ゆじ、おはよう、おはようね。え、今日から月曜日だから辛いですね。深夜健さん、挨拶しかできなかったけど、またね、またね、後でね。さん、ヒータンも歌うまいと思った。ヒータン歌うまいし、めっちゃ声量ある。ヒータンの声ってさ、ただでさえ通るのにさ、声も大きいからめっちゃ聞こえます。おはようございます。ST48 3期研究生の藤井理恵です。今日は朝からありがとう。うん、最
玉県出身17歳です。よろしくお願いします。かわいいパジャマだね。だってうん、アイス。高文さん、やっぱり夢力は盛り上がりますねって。うん、夢力って自分たちがさ踊ってても楽しいもん。止まったりくるくるしたりラジバン。そう、なんかめっちゃテンポ悪いっぽいです。でも Wi-Fi はちゃんとつながってます。Twitter 不具合で書けなくてリーチ可能性だってミクナワさん。そう、なんからしいですよね、不具合って言ってるよね、みんなね。いつ治るんだろうね。キッドさん、いちご天井当たりそうで心配だった。そんなに、そんなに狭かったんですか。確かにいちご背高いしね。ルパンさん、電波はどうしようもないから。そうね。キッチンさん、ツイッター検索できないと辛いね。あ、そっか、確かに。でもなんかウェブは普通に使えます。アプリの方がダメなんかね。大ちゃんさん、アイスだ、ありがとう。すごい、こんなにぴったりなアイスがあるんですね。今日のパジャマにぴったり。Wi-Fi つなぎ直した方がいいんじゃないって。 Wi-Fi つないでるんですかね。なんでこんなダメな。アイスのパジャマめっちゃ可愛いだって。本当にありがとう。めっちゃ可愛いでしょ。夏って感じ。きっとさん、ストリが良かった。めっちゃ盛り上がった。そうなんだ。そう、でもストリいいよね。いいよね。牛田さん、その時は泣きますだって。なになに、リエが出たら。神戸ならいけるけどスタンディングは辛いなって。そうよね、スタンディングはね、確かにちょっとしんどいよね。そうだよね。徳島以外スタンディングってあるんですか。メイル君、デイチおはようって。おはよう。タルさん、おはよう。おはようございます。ビンゴの神さん、暑くて6時に起きたらさやかりんさん配信。さやかりんさん配信してるの。そうなんだ。レイも終わったらまだやってるかな。もうやってない。クノーさん、デイチには寝れますか。寝れなくて私は暑いのに気をつけて。はい。カズさん、あ、カズさんかわいい。クロミちゃんだ。おはデイチです。ヘトウジさん、徳島公園の無理性しか勝たんなんて言ったらヒーターめっちゃなんか喜んでくれるんじゃないですか。ミルクヒタンの同室あずみさんだって。あ、言ってたね、らしいですよね。先輩と同じお部屋になることあるんだねと思った。スキューマシンさん、ブーキありがとう。ルパンさん、ずっとお母さんも来てくれたのかな今週。うん、今週そんなことないです。あの、強制のやつ行かないといけなかったから、そのために
してもらいました。そのためにくまねパパさん、まだキャッチフレーズない。なんか分からんけど、なんかそもそも披露する予定じゃなかったっぽいです。さっきはまだなんか多分あっても披露する場がない、披露させてもらえないのか、する場がないのか。ビンゴの神さん、わしのツイッター見れない問題が拡大された。ビンゴの神さんのツイッターはずっと見れないですよ、あれでセンシティブだからそう、なんかセンシティブになっちゃうんですよいつも。何を投稿してるんですか。富津さん、電波はリエチェの思いでなんとかなる。そうだよ、みんながリエチェのこと好きだったらちゃんと届いてるはずきっとさ、ミューポンのダンスめっちゃ滑らかでめっちゃかっこよくて、ポニーテも可愛かった。そうなの。そう、ミューポンってさ、めっちゃね、なんか体操やってたんだけど、ミューポンってだからかわかんないけどさ、めっちゃ綺麗なんだよね、動きが。なんかめっちゃ丁寧なダンスって感じで好きです、私もね。そう、ポニーテとかもできるようになった、できるんだと思ってさ嬉しかった。リエもさ、公園出るときさ、ポニーテしたいなって思った。みんなおろしとアップ派どっちですか。ついて仕事行く準備してます。って、あ、今日は危なくないよってよかったよかった、ライちゃんさんキノコのかばばさん、天井に手が当たっていた。いちごは頭当たりそうだった。危ない。いちご大丈夫そうね。いちご背高いからね、大変よね。頭当たりそうってなかなかよね。結構ゆくなおさん似合う、ありがとう。ヒットさん、それは今度岡山の夜公演行きました。だそうなんですね。楽しそう、岡山の夜公演。どうなんですか、お昼の公演と夜の公演だとやっぱ夜の方が盛り上がったりするんですかね。そんなことない。みんなどこの公演を見に行くんですか。ビンゴの神さん、愛媛も後ろの方はスタンディングで。あ、そうなんだ、なるほどね。キノコのかパパさん、スタンディングが後ろの列だとノアミも小さくて全然見れなかったノアミも小さいか。でもノアミが見れなかったらきっとミューポンも全然見れないですよね。確かに、そう思うとヒータンカスミン、イチゴはみんな160センチ以上あるから見やすいね。フォーユーさん、サーカリーさんは意外に朝方らしいだって。そうなんだ、意外。うん、確かになんかあんまりそんなイメージなかった。夏木さんも配信してるんだね。マネパパさん、ヒータンとアズミンさんどう。あ、そうらしいですね。ねえ、どんな話したんだろうイシケンマシンさん、リエが出演する公演はリエに釘付けになるから実質ソロ公演だって確かに、本当にリエだけ見てたらソロ公演ねえ、誰と一緒に出ますかね、リエはね。おいでます、元気さん。ツアー徳島よかったね。だって待ちきれず申し込んだ。岡山楽しみです。リーチも輝いてるね。早くリエも公園に出たいです。待ってて岡山戦場だと岡山行ってくる人多いよねやっぱり。うん、岡山ばっか。ビンゴの神さん、岡山ゆうなちゃんが出るので強い格好してる。そうよね。やったおじさん、昨日ショールームで同じようなコメントしたけど普通だったんでそうなの。じゃああれではきっと
あの先輩と同じ部屋だったからちょっといつも通りはしゃげなかっただけだよきっと内心めっちゃよっしゃって思ってる分からんけど、グリオさん今日は35度暑さに耐えられないか丸焦げだって。え、今日35度も上がるんですか、暑すぎない？きっとさ、おろしもポニテもどっちも好きでさ、どっちがいいんだろうね。でもさ、いつもお話し会とか今までおろしのことばっかりだったからポニーテールしたいなって思いますね。ルパンさん、なんとなく電波安定してきたて、あ、本当に？でもなんかそんな感じするかも。私もよかったよかった。冬太郎さん、ラブレターありがとう。リオツーさん一部おろして2部はツインテでめっちゃ可愛かったね。2部ツインテでしたよね。え、ノーミョンとさ一緒にツインテしてなかった？めっちゃ可愛かった。ワンちゃん神戸ってね、わかんないけどね。でも神戸行きたいね。ルパンさん、ティーチのツアーしかだって。そうよそうよルパンさんはね、そうちょっとね、遠いところから毎回来てもらって申し訳ないんですけれどまた楽しみに待っててください。ヤッシーさん、岡山と愛媛の昼夜でした。いいですね。きっとさん、愛媛は用事あるんで。あ、そっかそっか、そうね。え、でも全部行ってみたい。配信見よっかな。でもなんか見させてもらえるっぽい。ごめんねパパさん、ヒーターとミーポン連続で大変やね。だってね、え、そうそう、でも持った、めっちゃ岡山でね。でも逆にさ、最後9月で広島じゃないですか。でもそれまでないよね。ないって思うとちょっと寂しいけど、ミルくん、昨日あずみさんが小さすぎたナーミョンが少し大きく見えた。確かに。え、なんかナーミョンとあずみさんなんか雰囲気ちょっと似てるよね。磯田さん、ナーミョンはミョンミョンという話題になったみたいですよねってね。え、なんかあずみさんミョンミョンって呼んでるらしい。え、本当にミョンミョンになっちゃったんだ。きなこのかパパさん、徳島と岡山行くよ、愛媛お話し会があって行けないだって。そうなの？何のお話し会？え、シティユーじゃないよね。でもきっとさ、愛媛は用事あるんだって。あ、そうなんだ。なんか愛媛用事ある人多くないですか？レイチのツアー外れるつもりないのだが大丈夫だろうかなって。確かに、そっか、だって岡山は落選出てるっぽいですもんね。確かに確かに、出ちゃうかね。スタンディングはね、なかなか厳しかったりしますよね。ごめんね、パパさん、ヒーターが3機の他情報を共有してないことを祈りました。なんでなんで多分まだ大丈夫でも次会った時にバーって言ってくれるかもみさみさ、デイチが出る公演は全部行くよ、楽しみだって。うん、楽しみにしてて。でもなんかみんな大体もう見当ついてますよね。でも見当ついてますよねってかさ、だって広島は全員出てあと3つの公演しか残ってない、あの発表されてないからさ、なんとなく分かっちゃうね。ヒューポンさん、早くデイツのツアー詳細知りたいなってね。なんかさ、なんで早く発表しないんだろうってディーめっちゃ思うね。教えてだって教えたい。ルパンさん、気温上がってきたなってね。
猛暑日やなんて気をつけてね、紫外線と熱中症。マシンガンさんかわいい、ありがとう。くまねパパさん、くるくるさんと同じ公園だったら同室になるかもなって、え、そういうこと。確かにヒータンとアズミンさんは同世代よね。ヒータンはもう21になっちゃったか、早いけど。髪も大根もおろしが好きだって最初何言ってんのかと思ったけど、大根おろしのこと言ってたんね、森健さん。リュウも大根おろし好き。ゆういちさんおはよう、徳島はめっちゃ、どうだった。キットさんリーチ神戸出演希望だってね。楽しんで、楽しんでじゃないや楽しみに待っててください。ミルクノアのツインは可愛かったね、ニヤニヤしてました。ねえ、ノアミョンってさ、ツイン似合うよね。トトミチさんリーチが追加公演で関東に来てくれたらって。追加公演とかあるの、研究生なのに。でもあったらすごいね。ヤッシーさん山口のライジングフォールが個人的に好きなんよね、だって。あ、なんか山口め、なんか山口ちょっと大きいって聞いた、キャパが分からんけど行ったことないから。福永さん噂には聞いてましたが、デイチルームはすごく平和なんですね。そうです、分からんそうだと思う。どうなんだろう、他の人のルームをが分からないからなんとも言えないけど、でも平和です、平和だと思います。メイル君そう雰囲気似てる、その影響かノアにはハマったのかと。だってあ、確かにね、似てるよね。しかも二人ともなんかちょっとあざとい感じでアザミョンって呼ばせてるらしいよって呼ばせてるおじさん、あずみんさんとナオミも似てるってリーチも思ってたから、ってうん、みんなそう思う。あずみんさんとナオミもダンスも似てると思った。本当に。でもあずみんさんの小さな巨人はめっちゃ納得よね。そうなんかね、なんか雰囲気めっちゃ似てる気がします。メイル君そうだリエチ、ウェディング生写真リエチ出なかった、またネットで買う。なんかディエのね生写真、フルコンボ売ってたよ。フルコンボっていうのフルコンボじゃないか、ディエの生写真なんか全部揃ったやつ売られてた田舎のパパさん7月15日の徳島の表紙っていう9月4分のお話し会振り返りにかぶってるよ。あ、そうなんだ、振り返りか。神戸なんか絶対なんだろう、落選。そうそうなんかな、大丈夫でしょ、大丈夫でしょ分からんけどね。向いてます元気さん、3期生もクワトロのオープニングアクト出てほしい、たくさん経験積めるからね。3期生ってオープニングアクトとかいつからできるようなんだろうね。でも2期生さんが緊急生だった時はさ、もうこのぐらいの時期には公演出てたじゃないですか。だからデイたちはいつだろうってちょっと気になった。ミキナオさんいいね、ありがとう。ゆうたろうさん今療養中でなかなかお話し会とかツアーとか行けないけど応援してるから忘れんといてな、なんて。大丈夫よ、忘れないよ安心して。くまにパパさんひーたんがあずみんさんに共有してないかって。あ、そういうことね、確かに確かに。
なんか熊田パパっていう人がいるんですけどとか言って、え、私のルームにもよく来てるよとか言ってね。あるかも。マタロウさん、配信で絶対見るからね、だって。本当ありがとう。たくさん DH のスクショしてください。翔太さん、神戸だけは休みにしたけど当たるかな、だって。どうでしょうかね、神戸ね。神戸も香川も山口もどうなるんだか。里道さん、広島 DH 出るやろ、なんとなく見える、だって。なんかめっちゃ予想してる人みたいだけど。みんな出るわ。森健さん、ツアーメンバー発表しない、できない理由は何でしょうね。ね、何でしょうね、わからない。それは私も大人にしかわからない。仕事始まるので離れます。中傷に気をつけて頑張ってるやつ。はい、クックさんも行ってらっしゃい。7月の日程詳細発表が約2週間前だから、レイチのツアーも今月中旬やろうなって。そうよね、確かに。まあそのぐらいか。じゃあ、あとちょっと、あとちょっとの辛抱です。ゆういちさん、楽しかったよ、帰るかもって止まってる。そうなんだ。でも今日さ、名刺配りがあるくないですか。あれ今日だっけ。あ、今日よね、今日名刺配りありますよね。で、どんな感じなんだろう、名刺配り、めっちゃ気になる。楽しそう。でもちょっとなんかね、カスミンと楽しそうよねって話してたんですよ。ルパンさんもブーケありがとう。ビンゴの海賊さん、今日はスイープライク、スイーツやフードを考えるのは何にする。ディアはサラピさんのモカロンを飲みたいなと思った。サラさんのだから飲みたい。平田おじさん、香川か山口か兵庫のうちどれか2つに当てるって見当ついてるって。間違いないです、それは。そうなんよ。そうね、みんなね、それくらいずつ出るからね。うん、そうそうそう、フルコンボなんですよ。そう、コンプして、コンプしてるやつ、そう出てた。でもなんかメルカリとかじゃなかった気がします。何なんだろうあれ。でもなんか出てきた、フルコンボしてました。ラビュルームには行きましたかって。ラビュルーム行ってないですね。ビンゴの神さん、安住さんとイチゴの身長差を楽しんで。確かに安住さんとイチゴってめっちゃ身長差あるね。東京は今日も33度らしいです、だって。暑っ。ヤッシーさん、山口は2階席があるからね。あ、2階席があるの。え、でもなんかね、前ね、その場所が発表された時に全部調べたんですよね、どれくらいのキャパなのかって。だけど忘れた、もう。でも山口がなんかみんないいって言ってた。でも大きい、大きい会場の方が確かにいいかもだけどさ。でも大きい会場でも人がいなかったら小さい会場でやってるのと変わらんよね。
ビンゴの神様。メルカリもチェックしてるのかなって。してないよ。してないんだけど、なんか出てきたんですよ。くまちゃんさん、おはよう。ルパンさん、いろいろ気になってしまうよね。優しさあふれるコメントでお願いします。え、なんかありましたっけ？ん？コウタさん、お疲れ一、今日手術行ってきます。エールくれると嬉しいです。そうだそうだ、今日が手術の日なのね。なるほどね。コウタさん頑張ってね。大丈夫だよ、また会いましょうね。待ってるよ、頑張ってね。いってらっしゃい。頑張れ頑張れ。キノコのカッパさん、3期研究生はファンの情報をめっちゃ共有してるイメージあるなって。確かに。それはある気がします。とみちさん、他の3期メンバーの配信見に行ったらここにいる人たくさんいてびっくりしました。ってそれはね、多分デーたちも思っております、きっと。え、この人私の配信にもいたじゃんって絶対なってる。3期生の公演はツアーが終わってからじゃないの。まあそうよね、普通に。まだ同時進行できるほど器用じゃないと思う。彦一さん、おはよう。アスさん、おはよう。ね、名刺配りってどんな感じって思うよね。ね、すごいよね。なんか、ね。誰が来てくれるんかな。一般とか普通にファンじゃない人に向けて名刺配りするってことかな。きっとさ、スイパラ行きたいけど遠い大阪にも開催してほしい。なるほどね、確かに。そっちの方に住んでる人はさ、上野に行くにも広島に行くにもどっちもどっちって感じですよね。上野のスイパラ行きたいんですよね。たいけど行けなさそう。ヤフオクですね。あ、ヤフオクなのね。おいでます元気さん。山口と広島申し込みますなんて、両方当たってリーチ応援するね。だって、うん、ありがとう。ルパンさん、スイパラって行ったことないなって。ないのルパンさん、スイパラ。スイパラね、私はスイパラ、あのカスミンたちとよく行きますけど、スイパラ行ってもスイパラのうどんとパスタを食べますよく。スイパラのケーキよりもご飯を食べたいです。塩田さん、フルコンボが売られてたのにひどいやつだ。いやでもそれでディエのこと好きな人に渡るんだったらいいです。ツアーで祝い花出たらいいのに。ちなみに広島の乃木坂さんには出します。すごいいね、お花あったら嬉しいね。ごめんね、パパさん。レッスン想定より実際の会場が狭かったけど、踊りが小さくなるから先生が終わるまで言わなかったんだって。あって、あ、そうなんだ。じゃあほんと結構だって、練習の時もテープ貼ってやってたんですけど、徳島狭いねってめっちゃなったんですよ。だけどそれよりもさ、狭かったってことは相当ですね。実際踊ったらね、なんかマイクが当たりそうで怖いね。ヒラジーさん、フォローありがとう。トミさん、普通に飲むやんだって。ごめんなさい、ごめんなさい。ルパンさん、リーチの花嫁生写真2枚当たってたわ。あ、見た。あとひーちゃんも出てた。もうルパンさん、ひーちゃんとリエの2人をしてるみたいじゃん。SK マシンさん、ダイナミック水飲み、そうなんです。
なんかさ、元からさ、誰々と誰々が好きですみたいな人はさ、別に気にならないけどさ、最初 D だけだったくせにさ、後からどんどん増えてくの見るの嫌だってちょっと思いましたダイナミック水飲みごめんなさい、ちょっと隠れて飲みます。やっぱり星さん、星々さん、フォローありがとうございます。クマネポパさん、アイスありがとうアイスかわいいです、このパジャマとお揃いアイスホユーさん、シティ48は一同とか組織でしか出せないと言われました。そうなんですね。そんな決まりもあるんだ。平田おじさん、カスミンのフルコンボ安くて腐らって、ディエノもなかなかに安かったよなんかお値下げされてましたカスミンのフルコンボね。いや、で本当に疑問なんだよね、カスミン、なんでカスミンあんなに可愛くってさ、美人でダンスも上手なのにみんなかすみの配信見に行ってあげてくださいひらじんさん、はじめまして、僕も17歳でフォローしました。ありがとうございます、嬉しい、はじめまして。私も17歳だから同い年だ。すごい、同い年の人がいるってなんか不思議な気分ね。すごー、同い年ありがとうございます。そっか、でもそろそろ学校じゃないですか、こんな時間ね。気をつけていってらっしゃい。翔太さん、最近他の3期ルームにご挨拶してきました。だって、あ、そうなんだ。二道さん、ティッシュなら受け取るけど名刺は普通の人取りにくいなって。うん、確かにね、名刺だけ渡されたらね。でもティッシュの裏に名刺とかじゃないんかな、どうなんだろう、本当に名刺だけなのかね。うん、名刺、ティッシュあるといいね。キシエさんは名刺配り東京にも来てたからワンチャンあと、行きたいな。トマキさん、ティッシュ配りの時はループする人もったから長蛇の列になった。そうなんだ、そんな感じなんですね。スイパラ行ってみるかなんておじさま行って大丈夫だってだってそんな他に今行ってる人はみんなそんな感じよスイパラのある、なんか上野はこの前行きました、埼玉に戻った時に。そう、上野の喫茶店に行ったんですよ。そう、あのディエがメールにあげてた喫茶店、上野の喫茶店なんですけど、あれが可愛すぎて上野に行きました。ルパンちゃんラビュー状態、そう、ルパンさんラビュー状態なんですよ今。よくないですねゆうじ楽しいだって嬉しい。推しは増やすものですほずみさん、おはよう、おはよう。生きる配信は今のところカスミンルームのみなって確かにカスミン行ってあげてくださいってよく言ってしまうけど、
かすみんもこれからは昨日見て書く。え、わかる、本当に昨日のかすみんめっちゃ可愛かったんですよ。もうリエも昨日のかすみんはちょっと本当に可愛すぎて、かすみんに言った、昨日のかすみんめっちゃ可愛かったよって。あれ言ったよね、言ってないっけ、あ、メール送っただけか。徳島でかすみんコール多かったから、これからももっと人気出る気がするなって。え、なんかね、あのね、かすみんってね、生で見るのが一番可愛いと思います。だからさ、そこ現場で見たらさ、かすみんが一番可愛い、本当に。かすみんは本当に生が一番可愛いです。ディアのママも言ってた、前かすみんうちにお泊まり来たことあるんですけど、ママがいる時にね。だけどやっぱかすみんはね、美人って言ってたし、やっぱ生が可愛い。おいでます元気さん、広島会場広いから全員出演嬉しい、全席埋めようになってね、全席埋まったらいいです、埋めたいですね、埋めましょうじゃあみんな広島来てください、待ってます。ハジーさん、通信高校なのにたまにしか学校ない。あ、そうなんだ、なるほどね。でもいいよね、全然通信でも定時でも変わらん。1000日か。クマネポポさん、名刺出されたらこっちも出してしまいそうだってもう仕事モードすぎる。みさみさ、カスミンルーム行ったことないかも。カスミンルームはね、なかなか難しいんですよ、行くのが。カスミンに会えたら奇跡ですから。カスミンなかなかね、ショールームで出会うことできないですからね、レアなんですよ。マリケンさん、最初は響きだけだったのに、リエのショールームも常連になりつつある。え、そうよね、マリケンさんよく来てくれるじゃないですか、もうすでに常連さんですよ。今なら周り STU ファン多いから紛れますだって確かに、うん、リエちゃんの仲間たちたくさん初めましてできました。釣られないように気をつけますだって。でももう仕方ないよねそれって仕方ないよねってね、名刺配りでもしたいですね。確かにかすみん生で見たらやばいぐらい可愛いよね。え、そうなの、やばいぐらい可愛いの。なんかさ、本当にえ、なんか、うん、マジで可愛いです。かすみん一番可愛いと思う。理由は一番とか言っちゃいけないの分かってるけど、でもカスミンが一番タイプです、私は。ディエとカスミンって相思相愛だから。カスミンはディエのオーディションの時から応援してくれてたんですよ。確かに大阪でカスミン撮影を邪魔したけど可愛かったな。え、そう、ほんと可愛い、可愛いです。うん、でも生で見るのが一番可愛いので生で会いに来てください。カスミンルームはなかなか会えないし、確かにそうなの、カスミンルームはなかなか出会えないから、もうフォローしてちょっと待機会えたらラッキー。西京のお日様さん、お疲れ、お疲れちです。はじめまして、おはよう、ゆっくりしてってください。おいでます、元気さん、仕事行ってきます。で、配信ありがとう、またね、バイバイだって。はい、いってらっしゃい、気をつけてね。確かにかすみという言い方はルーム少ないだって。そうそうだねまあでもそんなの関係ないぐらい可愛いんで、二人とも。そう、かすみんが本当に一番可愛い。ふうたろうさん、オーディションの時配信でかすみん顔出ししてたかな。あ、してましたよ、かすみん、フォーミーちゃん。かすみん最初フォーミーちゃんだったから、
らしいです。そうポーニーちゃんなんかいたなって思い出しました。わからん、リエは知らんかったかも。いや当時さんカスミンの配信行ったけどわしのコメントの手前で終わったから思いになって平田おじさんのコメントが生まれなかったのね残念。そうなんです、カスミンはね読まれるかも、レアかもしれませんな、今7時55分、あ、ほんとだ、あと4分だって。早い。くまねパパさん、カスミンルームは未だに解禁症でさって、え、すごくないですかそれ。すごくない、カスミンのルーム解禁賞ってなかなかすごい。でもクマネパパさんはそっか、オーディションの時もあれだもんね。すごいね。自分はリーチが一番なんて後ろさん、じゃあこれからもリーチだけでお願いしますもうすぐかすみやさっちーにリーチがお世話に回ってたわ確かにルパンさんはねご挨拶よく行くよね。キロネコさんフォローありがとうございます。配信ではかすみゆうなゆいとなり、まあ確かに確かに、まあみんないろいろ事情があるんでしょう、知らんけどじゃあ壇上見ますか、そろそろ。ちょっと待ってね。とじゃあ壇上見ます、もう時間だ。13位エボルトさんありがとうございます。12位キッチンさんありがとう。11位ハッピーサッピーさん今日もありがとうございます。10位イスケンマシンさんありがとうございます。9位くまねぼぼさんありがとう。8位カズさんありがとうございます。7位 TM さんありがとうございます。6位たくやんさんいつもありがとう。5位マー君さんありがとうございます。4位トウモロコシさんありがとう。3位大ちゃんさんありがとうございます。2位トトミチさんありがとう。で1位はジャカジャカジャカジャンルパンさんでした、ありがとうございました。みんな朝からありがとうございます。そうそうもうこんな時間です、早いね。ひらとおじさんおつっていつもおつって言ってくるよね、なんかおつやめてよじゃあねみんないってらっしゃい、ありがとう、朝からありがとうございます。学校の人も会社行く人も気をつけていってらっしゃい。パジャマ可愛かったよ、ありがとうアイスパジャマありがとうみんないってらっしゃい、気をつけてね。買い物行ってくるだっていいな、何買いに行くのバイバイみんな、また後でメールを送りますね。あでも今日はあれか、夕方からじゃないと送れないか。いってらっしゃーい久々めっちゃ好きって送ってくれるじゃん